IRT ブロードウェイマイナス -7 番外線、別称7番外線、または、ウェストサイド線は、ニューヨーク市地下鉄の路線。A ディビジョンの路線の一つであり、ロアーマンハッタンのサウスフェリー駅から北進し、ブロンクスクリバーデールのバンコートラントパーク -242 丁目駅へ向かう。なお、チェンバーズストリート駅で本線から分岐して、南東方向へ進みクラークストリートトンネルを通って、 ダウンタウンブルックリンのボローホール駅へ向かう、ブルックリン支線もブロードウェイマイナス7番外線の一部である。ブルックリン支線の南端は諸説ある。1981年の最も老朽化した地下鉄駅一覧では、またはボローホール駅とクラークストリート駅を IRT、ニューロッツ線の一部として記載している。しかし2007年時点で非常口のサインでは、 ボローホール駅は IRT ブロードウェイマイナス -7 番外線の駅とされており、ボローホール駅の2部分はブロードウェイマイナス -7 番外線及び IRT イースタンパークウェイ線となると示されている。距離表に示されている路線記号の K と M はボローホール駅で合流し E となる。この路線はマンハッタンの西側に沿って走るため IRT ウェストサイド線としても知られる。 42丁目以北の部分はニューヨークで最初の地下鉄の一部として建設された。リンカーンセンターやコロンビア大学、ニューヨーク市立大学シティカレッジなどの場所へのアクセスを便利にしている。IRT ブロードウェイ -7 番外線を経由する運転系統は地下鉄の標識や出版物においてトマトレッドで再色されている。この路線には1系統、2系統。 三系統が走っており、運行区間についてみると、同線の大部分で重なっている。以前は、一系統の列車は九系統と連携して、千鳥運転として運行していた。1994年以降、この千鳥運転は、アッパーマンハッタンに、ラッシュ時のみ存在していたが2005年に廃止された。十六丁目駅北の区間の大半に存在する、現在未使用の線路はこれまでに、 少なくとも96丁目駅 -137 丁目駅間でラッシュ時に混雑方向にのみ停車する急行が使用したことがある。現在、この中央の線路は補線工事によるルート変更時のみに使用される。また、同線はマンハッタンで唯一公開駅を有する路線である。ブルックリンクハーマンストリートにある非常口1915年の七番街地下鉄崩壊の様子。 車がトンネルに落下している。クラークストリートトンネルは、イースト川の下にあり、マンハッタン区とブルックリン区を結ぶトンネルである。2系統及び3系統が通っている。このトンネルは1919 19年4月15日に営業列車用に開通し、これにより、ジョレールモンストリートトンネルの混雑が緩和され、乗客が直線ルートでブルックリンとマンハッタンの西側の間を、 移動できるようになった。全長は約5900フィートであり、このうち水面下にある部分は約3100フィートである。トンネルの建設工事は1914年10月12日に開始され、シールド工法と圧気工法を併用して建設された。トンネルは後にホランドトンネルの最初のチーフエンジニアとなる土木技師のクリフォード・ミルバーン・ホランドにより設計された。 北側のトンネルは1916年11月28日に貫通した。1990年12月28日、クラークストリートトンネルでの電気火災により、乗客が30分以上にわたって地下鉄の列車に閉じ込められ、乗客のうち2人が死亡し149人が負傷した。1904年と1908年の間に最初の地下鉄が開業したとき、 主要な運行形態の一つに、現在の IRT レキシントンアベニュー線、42丁目シャトル、IRT ブロードウェイマイナス7番外線を経由して、ローアーマンハッタンとバンコートラントパークを結ぶ、ウェストサイド支線があった。各駅停車と急行列車のどちらも運行され、急行列車は96丁目駅南の急行線を使用していた。一部の急行列車は、ラッシュ時には、 ブルックリンのアトランティックアベニュー駅を通っており、それ以外の全列車は、シティホール駅か、サウスフェリー駅で方向転換していた。1915年9月22日、23丁目と25丁目の間での駅建設工事中に爆発が起き、トンネルが崩壊した。1917年6月3日、 ブロードウェイナス -7 番外線タイムズスクエアマイナス -42 丁目駅な南で初めて42丁目駅と34丁目、ペンステーション駅を結ぶシャトル列車の運行が開始された。このシャトル列車は1918年7月1日にサウスフェリー駅まで南伸ばされ、同日チェンバーズストリート駅とウォールストリート駅を結んでいたブルックリン支線を走行する。 シャトル列車も運行を開始した。最終的には1918年8月1日に H 字の路線網が完成し、ブロードウェイ -7 番外線の2区間が接続され、すべてのウェストサイド線の列車がタイムズスクエア駅南に向かうようになった。観光線はサウスフェリー駅まで続いていたが、ブルックリン支線が使用する。 ウォールストリート駅へ向かう急行線は1919 19年4月15日にクラークストリートトンネルを通ってブルックリンのアトランティックアベニュー駅まで延伸された。その数年後にイースタンパークウェイ線の延伸線とのストランドアベニュー線、ニューロッツ線の連絡線が開通し、最終的にウェストサイド線の列車はフラットブッシュアベニュー駅かニューロッツアベニュー駅まで走行した。 1959年2月6日、1系統は、ウェストサイド線の各駅停車となった。以前は、1系統の列車は、ウェストサイド線の急行線を走行して、ブルックリンに向かっており、3系統は、サウスフェリー駅への各駅停車であった。これ以来、1系統の運行区間に変化はない。1989年8月21日、 一系統及び九系統の日中運行の千鳥運転方式の列車が運行を開始した。千鳥運転方式の列車は137丁目、シティカレッジ駅北で運行された。1994年、日中運行の千鳥運転が廃止された。この時までに、一系統の列車は、マーブルヒル -225 丁目駅、207丁目駅、145丁目駅を、 通過するのみであり、旧系統の列車は238丁目駅、215丁目駅、ダイクマンストリート駅、157丁目駅を通過するのみであった。アメリカ同時多発テロ事件以降、ワールドトレードセンターサイトのすぐ下を通っていた IRT ブロードウェイマイナス7番外線がツインタワーの崩壊により深刻な損傷を受けたため、1系統の経路変更をすることになった。 同系統は242丁目駅と14丁目駅の間でのみ運行し、96丁目駅以北は各駅停車として、96丁目駅以南は急行として運行された。この時、旧系統の列車と千鳥運転は運行を中止した。96丁目駅のポイント切り替えに手間取ったものの、9月19日に経路変更が行われた。一系統は三系統から、 ブルックリン区内の運行を引き継いで242丁目駅からクラークストリートトンネル及び i r t イースタンパークウェイ線経由でニューロッツアベニュー駅までの各駅停車として運転された。一方3系統はマンハッタン区内のハーレム148丁目駅から14丁目駅、チェンバーズストリート駅間で急行運転を行うことになった。2002年9月15日、1系統は 元通り、サウスフェリー駅行きになり、旧系統の列車と千鳥急行が再開された。2005年5月27日、旧系統と千鳥急行が廃止された。2009年3月16日、サウスフェリーループス駅の廃止に伴い同駅に、停車する一系統の各駅停車の経路変更が行われ、新しいサウスフェリー駅が開業した。これは、 IND63 丁目線の駅が開業した1989年以降に開業した最初の新駅であった。サウスフェリー駅にあった2つのループ線はどちらも現在でも途中駅で折り返す列車のために使用されているが、プラットフォームは客扱いをしなくなった。このループ駅は2009年に建設された駅がハリケーンサンディによる被害を受けたため2013年4月に 再開され、新駅が営業を再開した2017年6月27日に再度閉鎖された。以下の運転系統はブロードウェイマイナス7番外線の一部、またはすべてを経由している。なお、運転系統を示す、系統標識の色はトマトレッドである。ありがとうございます。